じゃあ皆さんまず竿を持ちましたか、はい、大丈夫ですか、はい、じゃあまず竿のどこを持つか、はい、この辺を持ちます。この辺で竿を上立てちゃうと糸がヒューッと入っちゃうんで横に寝かした状態でこれをこのままパーで掴んで親指を上にします。はい、そうです、親指上ですね。そうそうそう、はい、皆さん合ってます。それでまっすぐ今度次やることは竿をちょっと下向きにして、はいはい、ここから左手で糸を出します。足元に糸を出す、はい、糸を出します、はい、もっと出しちゃっていいですか。もっとこんなに出しちゃうんですか。はい、その白いところぐらいまで、はいはい、出してください。もっと白いところまで出ました。はい、はい、それで、先っちょ今糸出てますよね。少しみんな、はい、出てます。この糸をよくあの映像で見てるフライフィッシングみたいに今からピューピューやるんですけど、はい、まず練習なんで覚えてほしいんですけど頭の真上よりも後ろに竿が倒れるとダメです。なんで頭のここの下から真上まで一回上げます。上げるとちょっと私のまず見ててくださいね、はい、糸が今出てますよね。上げるとこの出てる糸がどういうふうに後ろに行くか見ててください、うん、行きますよ。後ろ行きましたよね。あ、はい、わかりました。もう一回行きますよ。後ろ行きましたよね、はい、でここまで必ずこれ以上こうならないようにもう一回行きますね。後ろ行きましたよね。すぐ上まで。でこれを後ろに行ったのを前に戻すと前に飛んでいくんですよ。すごくわかりやすいですよね、うん、一回投げていますね私が、うん、後ろに行く前に行くってやるとこのまま飛んでいきます。本当だ。で今前に行くって言った時にここを離してます、この手を。あ、わかりました。ああなるほど。あのルアー投げるんで一緒だね。よくヒューヒュー何回もやってるのを見ると思うんだけど、はい、何回もやらなくていいんで1回でいいんで後ろに行く前に行くって時に離すと飛んできます、そのまま。本当だ。でこのここに出てるものが全部飛んできます、下に出てるものが。なので遠くまで飛ばしたい時はいっぱい出します。これをタコ糸にその後なるのでそれまで全部こうやっていっぱい出しちゃっていいです、はい、で遠く投げたいときはちょっと前に多めに出しといて後ろに行く前に行くってやるとほらどんどん出てきますよね。あ、本当だ。でもっと遠くに飛ぶようになる。そう、真上までですね。そうです、そうです。でそう、今投げようと思って後ろに行くから前に行くまでの動作が早いんですよ。で前に行くときもピュンって投げてますよね、はい、もう一回見ててほしいんだけど実は投げてるんじゃなくて後ろに伸びてる糸を前に戻してるだけなんです。そうすると伸びきった後にここを掴んでる指がグンってなるんですよ。その瞬間に離します。なるほど。そうすると前にシュルルって出てきます。あ、そう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 、もっとゆっくりですよ。後ろに行く、あ、ごめんなさい、前に行くの時の後ろに行くから前に行くはもっとゆっくりです。いきますよ。後ろに行く、前に行くって感じ。ゆっくりですよね。後ろに行く、ゆっくりだ、前に行くですからね。後ろに行く、お母さん振りかぶりすぎ、頭の真上から後ろに行っちゃダメです。竿がここまでです、ここまで。あとは上、お兄ちゃんも振りかぶりすぎ、頭の上まで。難しいね。後ろに行く、あ、工藤さん前、もう行けます。もう本当ですか。でもあれやっぱり何かこうルアーと違うんだな。ゆっくりゆっくり慌てないで、うん、じゃあね、もう一個コツがあって、普通やるときみんな物を投げるときって野球でもルアーでもみんな手首を使うんですよ。こうやって手首を曲げてこう投げるんですけど、フライの場合手首使うと後ろに行っちゃうんですよ、竿が。なんでこのままいいですか。固定、普通投げるときはこうですよね。フライの場合このままこうなんです。極端にやるとね。なるほど。極端にやるとこのままこうです。お、なるほど。そうすればほら真上じゃないですか、真上。竿は手首を後ろにひねらないようにして、お、すげえ飛ぶようになった。工藤さん、フルライン出るな。すごい。タコ糸を出すっていうのがなかなかできなかったんですけれども、野球の例え、手首を使わずにロックしたまま投げる。それをやるとこう簡単に手首を曲げないようにして真上に持っていく。見てください、綺麗に張った状態、タコ糸が。しかもあの飛距離。わあ。
必ずしも本意とは言えないんですけれども、はい、でもみんなだいぶなんとか形にはなってきたかなと思うので、はい、早速これで釣りをしたいなと思うんですけれども。わかりました。今とにかく遠くに飛ばす練習をみんなにしてもらったんですけど、はい、実際は遠くに飛ばなくても釣れるんです。あ、そうなんですか。投げるのがすごく楽しいんだよっていうのをやってもらうために遠くに投げてもらったんですけど、うん、で実際の釣りはさっきは投げて巻いて釣ってましたよね、はい、フライの場合本当の餌だと思って食ってるのがほとんどなんですよ、うん、トラウトが。なのであんなに激しく動く水中の生き物っていないじゃないですか。ウル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 とか言って、なんで基本的に流れていくこと、逆に引っ張るんじゃなくて流していくことの方が自然なんです。普通風に流れてみんな水中の生き物って動いてますよね、うん、なので特にアクションをかけることなく流していくだけでも釣れます。なるほど。これを一番初めにみんなに使ってもらおうと思ってるんですけども、これトラウトガムっていうんですけど、まあこんなんです。これ鹿の皮なんですよ。で鹿の皮ってスポンジみたいに水を多く含むことができるので、水に入ると本当に虫みたいにこうやって勝手に動くんですよね。でそれがとにかく好きで、マスは細くてもうこう動くものが大好きなんですよ。で投げるとこれ重りがついてるので沈んでって上が浮き、これが下っていう感じで、ただこのままです、はい、でしばらく流してきますこのまま。そうすると魚が加えると浮きがヒュッて動くんで、そしたら合わせます。合わせ方とかまた説明するので、でまあ何の反応もなかったっていう場合、さっき左手でいいと思ってましたよね。で右手でこう指で掴んだままこっちをこう引っ張ってちょっと動かします。こうやってヒュッて、そうすると上に浮き、下これトラウトガムで浮きがヒューって引っ張られるんで、これ勝手にこう上がりますよね。ストンと落ちます。でヒュッて動いてストンと落ちます。でこういう動きも大好きなんで、そういう感じでちょっとアクションをかけて、でまた流しますというような感じでやってみますので、はい、わかりました。初めはこの浮きインジケーターと呼ぶんですけども、はい、この浮きを使った釣り方をやってみようと思います。はい、わかりました。はい。